ガルバルディを止める。これはやれますね。オーマイガー、オッケー普通に外した。オッケー、一旦下がって、あー飛んだ、これ見てなかったあ、ほら飛んだあ、すごい乗れるのかな。わー乗れるいいね、やっぱ支援機有利かもね。これは緊急回避はないっぽい。もう飛んでるんじゃない。おー飛んでる、飛んでるよ。はい、今日も来ましたこの戦場ということで、本日もガンダムバトルオペレーション2実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで本日は1月30日ということで、後ろに来ております新機体フルアーマーガンダム陸戦なんやらかんやらが来ておりますよってことで、はい、今回はねその新機体を使ってと言いたいところですが、外した外した、はい、まあまあ30連したんですけど外しちゃいましたね。はい、まあということで、今回はフルアーマーガンダムのこの新機体は使わないのですが、今回使っていく機体はフルアーマーガンダムです。はい、まあ、ですがそれがメインじゃなくて、今回のメインはマップの方です。はい、港湾基地、あの海のところがあるじゃないですか。そう、あそこの早朝っていうマップが追加されましたので、はい、なんとね HLV、なんかロケットみたいなやつがブーって飛んでくんすよ。はい、それがなかなか面白いっていうか、まあそんなことなかったんだよね今まで。時間によって変わっていくマップってことで、まあ宇宙にもそういうところが出たらしいのでね、やっていきたいかなと思いますが、まあ、今回は港湾基地早朝でございます。はい、まあ、その前にフルアーマーガンダム知らない人もいると思いますんで、性能だけ見ていきましょう。こちらでございます。はい、ということでこちらフルアーマーガンダムレベル1、コスト450、地上宇宙キル支援機になりますってことで、セザスざっと見ていきましょう。機体 HP 15750、刻んでるね。で、体実プラス1で21、体微模性20、体格補正プラス3しまして11、射撃補正プラス19しまして54、格闘補正10、スピード100のスラスタープラス10しまして50となっております。ってことで武器ですね、2連装ビームライフルってことで、まあ、フルオーどうだったっけ、いや違うか、一発押すとズキューンって撃つやつで、3発確か連発で撃つとオーバーヒートします。はい、なので2発、あのキャノン撃ってひるませて2発撃って我慢して、またキャノン撃って2発撃ってみたいなことをやっていくと、オーバーヒートさせずに使うことができますので、そちらの方をおすすめいたします。次はいつも打ち切っちゃいますけどね。はい、それがビームサーベルですね。まあ頑張ろう、頑張って使おう、うん、はい、360mm キャノンってことで、これでですね威力が1500と結構低いんですよね。450の支援機でありながら1500の威力ってもうかなり低くて、そうそう、ですがね、そのいいところ、この武器のいいところ何かって言ったら爆風ですね。爆風がかなりありますんで、はい、敵の横とかにポーンって撃つとね、大体ひるみます。はい、まあ、それがすごく強みじゃないかな、まあ、その分のこの威力なのかなと思われます。はい、ってことでこれで一発ひるみ食らわせてからのビームライフでしっかりダメージを取っていく、それをやることによってかなりのよだめを取ることができます。はい、正直言ってこのフルアーマーガンダム相当強いです。はい、硬いしね、硬いし、こういうしっかりした攻め方もありますんで、この2つだけあれば正直戦っていきます。はい、で東部バルカンですね、痛いですね。はい、でミサイルベイ、これがあればマニューバーもある機体でも止めることが確かできたはずですけど、まあ、そこまで敵さを近づけたら基本もう終わっちゃうので、うん、てか当てるのが難しいかな、これ、うん、よくわかんないんですよねこの武器。はい、わかる人教えてください。それから、カスタムパーツこのようになっております。スキルダウン、光線レーダー2、光線スコープ2、観測情報連結1、前線維持支援システムレベル2、脚部ショックアブソーバー2、対爆機構1、光線の空中ジンバルとなっております。はい、ということで今回はフルアーマーガンダム新機体の方ではないのですが、この機体を使って新マップ港湾基地早朝の方遊んでいきたいと思います。今回はね、まあ戦闘というよりもマップがどういう感じになってるかを見てもらいたいなと思います。では戦場の方に行きましょう。
さあ戦いの時間だということで、新マップになるのかな、港湾基地総長やっていきたいと思います。いやー見にくいね。なんかこの HLV でしたっけ、これが飛ぶらしいんですよ。うん、すごい楽しみ。出てくるか、ここら辺かな、右から顔を出してくれたら。うん、当たんなかったか。さて前に出ましょう。まあ、今回なんでフルアーマーガンダム使ってるのかっていうと、あれですね、あの敵新機体がフルアーマーガンダムだからっていう簡単な考えなんですけど、あやっぱいいですねフルアーマーガンダム。爆風がすごく広いっていうか、後ろいる後ろいる。さあどんどん撃っていきたいが、 OK、 はいはい OK、 上から撃っていきやっしょ。落ち着いて、はい OK、 敵さんが落ちましたね。足やられた。うーん、しゃあない。さあでは砲撃いきましょう。まあ、今回は戦いメインっていうよりも HLV が飛ぶところをね、ちょっと皆様に初見、いすげも初見の状態で見ていきたいと思いますんでね、そこちょっとよろしくお願いいたします。はい、まあ、試合も一応真面目にはやってるつもりなので、はい、試合の方もついでに見ていってもらえたら嬉しいかなってところですね。さあ敵さん出てくるので、まあ、ここはがっつり前に出て、あの上の撃っていくって感じですかね。左側に敵味方が集まってるんで、右取ってクロスでもいいね。こういう感じ、 OK、 トントン OK で左にいるからカット、はいはい OK で火力上げて、オーマイガー OKOKOK、 なんか撃ってるな。あれ5号機ですね、5号機のお兄さんが撃ってますんで、さあ爆風を見せつけていく。ガルバルディを止める、これはやれますね。オーマイガー、オッケー普通に外した、悲しみ、悲しみすぎる。止めるよ、オッケー、あれ外した、悲しみ。この5号機がね厄介ですね。まあ、どうか、もう一発、あこれが5号機か、じゃああれは4号機ですね。じゃあアレックスだあれはアレックスだ。 OK、 一旦下がって、あー飛んだ、これ見てなかったあほら飛んだ見てなかったなんかゴー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 言ってんな思ったら、オッケー、あすごい乗れるのかな、わー乗れるいいね、やっぱ支援機有利かもね。これは緊急回避はないっぽい。新機体、新機体様、5号機トントンで下がる。うわー厄介だね、あれは厄介だ。高さ結構ありますね、高さ結構あるんで、バチバチ打てるかって言ったらそうでもないか。上取って、あーくれ、あーそこどうにかしてくれたら OKOK、 あーそれ痛いね、ガトリング痛いな。ちょっと逃げて左側前進、爆撃どうこう言ってたな、撃てないよ、軽く上げてドン、バレてないバレてない、 OK、 それを狙い撃ってな、やばい、それかっこいいやつ、それかっこいいやつ、やだよしよしよし。さあガルバルディ君を仕留めて、スキュンスキュン OK で落ち着いて、そこだね、落ちた
た。そして火力上げてドン。オッケー。もう一発いけるが、いけるが、いけるが、いけないが、ナイス。オッケー。さあ上乗っていきましょうか。多分5号機やられちゃいますが、そこら辺行ったな。一旦回復しましょう。降りて、さあ回復の時間。あの真ん中のやつは飛ばないのかな。多分もうちょっとしたら飛ぶかもね。あ、ほら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 、いくよ。たーまやー、あれ飛ばない。ほら飛んだ飛んだ。ちょっと見せて見せてもう飛んでるんじゃない。おー飛んでる、飛んでるよみんな戦いどころじゃないよ、飛んでるよ。落ち着いて、はいはいはい、 OK。 これが強みですね。ガンキャノン、間違えた、フルアーマーガンダムの強み、ソネミでございますね。見てないな。しっかり見て、よい、えい。あの後ろの方をドン。当たった。もう一発いけるよ。オッケー。そこ。いい感じだったけどね。前に出たらやれるが。見て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 、そこ。そこ、オッケー、打ち抜いたり。さてとどうするかね。最後前がっつり上がっていきますか。飛んでリロードは大丈夫だね。一番高いところからここ行こう。あと10秒。さあ何かしらのアクションをしたいイスゲシ。ダメだ、敵がいねえ。いた、やばい。オッケーオッケー、お疲れ様でした。さあということで、今回使っていった機体はまあ新機体ではないですが、フルアーマーガンダムですね。リザルトが出てこないね。これ敵さん切ったか、切った可能性あるかね。だとしたら残念だが、うわー出たーはい、まあということで今回フルアーマーガンダム使っていきました。はい、でまあ今回のメインはね、こちら港湾基地だっけ、港湾基地の総長ってことで、 HLV が飛ぶところしっかり見れたのでね、SG的にはグーでございます。はい、ということでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。